まあね、リーチの言ってたと言ってですよで、ね、あれリーチ打たない人いないっすよ。しょうがないと言えばしょうがないんだけど、松本さんの中ではしょうがないって言って片付けていいのかって感じでしょうね。いやー、眉間にシワが寄る、まあ、苦悶の表情、松本義弘。リーチの言っては間違いないですよと思います。やめてもおかしいですもん、だってね。はい、いやー、伊達の選択、リャンソーとパーソーの選択がうまくいきましたね。ね、あの球走を狙う未来も考えてのバードだったと思うんですけど、はい、早すぎてね、そういう話にはなりませんでした、ね。ダイレクトに換算層の上がりに結びついたのが、でこういう上がりの紙一重ってめちゃくちゃでかいですからね。そうですね、あの どちらかで優劣つけばね、そちらを選べばいいんですけど、はい、優劣つかない場合は意外とパーソーを選ぶ方が多いと思うので、はい。さあ、そして伊達が一撃でトップ目、はい、そしてこの手だ。枚数じゃない、麻雀は枚数じゃない、わかんないね、怖すぎる。7山上がれない時もあればね。はい、松本今ね、本当にもう崩れ落ちちゃうぐらいの心境だと思いますよ。膝からね、こらえろ、日向のトップを無駄にするな。カンチーピンの入り目は気持ちよすぎるもんね。気持ちよすぎますよ。だってリーチの時ちょっと指踊ってましたから。うん、僕ももうあのツモは上がった松本と思いましたね。そうね、はい。イーシャンテン、そして伊達がね、ドラドラ赤のイーシャンテンですよ。ただここはね、泣きようがないんでね。泣きようがない。あ、ただ今1巡目に来てる人と2巡目に来てる人いるからね、カンリアンマンはもう狙い頃なんだね。カンリアンマン、うまうまですね。ここでガブッといきたいところ、はい、心配だ、ウッパーマン。さあ、今度の餌食は中林になってしまうのか、それとも中林は自力で上がりまでたどり着けるか。ウッパーマンはあるね。あるめっちゃありますよ。ウーマン吸収だぞ。ただまださんもありますよ。でも藤崎さん、はい、さっきの松本のイースーソーでしたっけ、はい、あれもやっいっぱいありましたよね。換算層2枚でしたよ。これ追いつかれたら分かんないですよ。もういい、しかも伊達さん3アンコウだからもう仕掛けも効くんじゃないですか。あれ確かに短期待ちにすればいける。いや、中林逃げ切れるか。来るぞ、バリキュリアが来るぞ、後ろから追っかけて来るぞ。もう今にも転敗しそう。いそう。ただそっかそっか。いや、これも全突破ですよね、伊達は。うん、あの折りはないんですけど、はい、ただイーマンが3枚切れてるので、はい、スチーソーチーとかはしづらいね。なるほど、一旦3番単元になるもんね。でウーマンが今また1枚流れました。いや、もう全突破、もういらない牌捨てていくだけ。伊達の手も荒ぶる。中林上がりまでいけるか。これはパイレーツファンとしてはね、噛んだ、追いつかれる前になんとかって感じでしょうね。パーピーバンカーシンドラは初春がシンドラです。これは誰の手にもない。リンシャンには3万惜しい。うわー、来てしまうぞ。伊達が来てしまう。ウッパーマンはウーマン、ドラのウーマンが0でパーマンが2枚ですね、はい、来たー、来ました。2対2、3アンコウドライオン18,000。ひー、2対2、2対2。いや、これは見守りましょうか。2対2、怖すぎる。18,000転敗。8万2枚、2万2枚怖いよ。ちょっと待ってくださいよ、藤崎さん、はいはい、ローソー1枚ありますよ。あー、ローソー1枚ありますよ。そうですか。白はこれはちゃんと上がりにはならない。ローソー積もったら数アンコウ短期。うわー、一番下手。ちょっと1対2逃げ切れるか中林。とんでもない足音が後ろから聞こえてきている。いや、打たないことはない。嘘、3枚切れ。打たないことなんかない。18,000転敗だ。ローソーなくなった。
これで2万ないんですよね。ないです。で3万もないから積もり数あんこは今のところもうない。で3万だ、1万8000は1万8600。はい、先を行く松本から1万2000、そして中林から1万8000。ワンパイになければあなたたちから上がるからいいわよと。とんでもない、とんでもない。藤崎さん、いやとんでもないわ。すごいね。